子供の国はい、体育水曜中華ナビラ沖縄子供の国 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ゆうこお姉さんです。今日から君も科学者だ、第7弾。イエーイ。今日のテーマは、間違えた今日のテーマは成分分解です。今日は工作で、ペーパークロマトグラフィーというのをやります。さまざまな、いろんなね、成分が混ざっているものを水などを使って、分解、分けることを、分ける技術のことをクロマトグラフィーと言います。今日はこういったね、紙を使うのでペーパークロマトグラフィーと言っております。ここにも書いてありますけどね、約100年前に、植物の葉の色素を調べるために開発された技術なんですね。それが現在もいろんな、例えば食品の成分分析とかそういったところで使われている技術です。まずは、ペーパークロマトグラフィーをやっていく前に、実験をしていきたいと思います。キッチンペーパーに、線を引いてきたんですけど、でこれを今からお水につけていこうと思います。どういう実験かというと、もう至って簡単。このお水が入ったものにこのキッチンペーパーを入れます。そうするとどうなるか、ぜひこれ、今実験をやって見せてるんですけど、お家でもやってみてください。毛細管現象っていうのを今みんなに見てもらっています。毛細管現象、それは何かっていうと、ほらこのキッチンペーパーとか、あと私が着て、白衣、皆さんが着てる洋服とかもそうですけど、あとこういった紙とかね、もう、紙は全て繊維が細かくこう重なり合って、できているんですけど、繊維が重なり合うと繊維と繊維の間に隙間ができます。でこの隙間を、ね、こう上に上にお水がね上っていく現象のことを毛細管現象と言います。これぐらいお水が上ってきました。さあ、今やった毛細管現象を利用してね、今日はこの水性カラーペン、水性ね、油性じゃなくて水性のカラーペンのインクの中に入っている色素をこの紙と、ね、お水を使って、分けていく、分解していこうと思います。準備してほしいの紙はこれ、天ぷらの、あの下に引く油を取る、ね、紙です。天ぷら紙か、もしくは天ぷら紙なかったら半紙、習字に使う紙、ね、でもいいです。ただ習字に使う紙だとちょっと薄くてお水で切れやすいので、なるべくだったら、天ぷら紙とか、あとはコーヒーフィルターとかを、準備してください。であとはお家にあるカラーの水性ペン、水性のペンです。これは、今日ゆうこお姉さんは100均の水性ペンを用意してきました。であとはコップと割り箸ね、があれば、実験ができます。天ぷら紙、そのままだと使いにくいので、ね、天ぷら紙そのままだと使いにくいので、こんな風に細長く切って、はい、使ってもらえたらと思います。触らないでください。こんな風に開いて、しないようにします。でこれをこんな風にコップにね入れて、こんな風にして実験を行っていきます。じゃあ、子どもの国中にある緑のペンでちょっと実験をしましたので、その実験の様子をご覧ください。6種類の会社の緑のペンを用意しました。で会社によって色素の配合が、違うので、こんな風に、さっきも言いましたが、毛細管現象で、クロマトグラフィーをしていくと、こんな風に分解がそれぞれ違いますね。上がっていきやすい色、上がりにくい色などもありますので、こういう実験ね、いろんな色でやると楽しいかと思います。
ではここで今日から君も科学者だクイズ、黒の水性カラーペンをペーパークロマトグラフィーで、ね色素を分解するとどうなるでしょうか。じゃあ2択です。1、黒のみ、ね、黒のみだけがビヤッと上がってくる。2、3色以上の色が紙にねビヤッと出てくる。第7弾だから皆さん知ってると思いますが、ゆうこお姉さん答えを教えません。実験を皆さんがしないと答え分かりませんので、ぜひお家で試してみてください。さあ、お水がどんどん上がっていって黒い線まで届くと、こうなるんだ。きっとモザイク入れてくれるんでしょうね、監督がね。すごーい。なるほど、これは不思議だね。不思議なんで、ぜひ皆さんお家でやってほしいと思います。さあ、ではここからは、工作を、ペーパークロマトグラフィーを使った工作をしていきたいと思います。で、先ほども紹介しました天ぷら紙、ね、をご用意ください。で、このままだとちょっと大きいので、ちょっとね4つ切りぐらいにしました。4枚にねこんな風に切ります。で、切った後この紙ね、これに、まあ、カラーペンでこういろいろ模様を描いていくんですけど、折り曲げていきます。こんな感じで三角三角に折っていただいて、で広げます。で、広げたらここに好きな色のペンで、例えば丸を描いたり、はい、こんな感じ でそしたらさっきつけた折り線の通りにこんな風にこう曲げていくんですけど、こんな風に風船折るみたいに三角形にしてほしいです。はい、風船の折り方わかる？風船の折り方みたいに、はい、こんな風に、こんな風にペットボトルのキャップ使っていきたいと思います。ちょっといい、ちょうどちょうどいい大きさなのでキャップを使っていきます。で、キャップにお水をね半分ぐらいですかね、注いでいただいて、注いだら、はい、この折り曲げた紙のこの尖った部分、お尻の部分、お尻の部分をこんな風にペットボトルにこうキャップにね、はい、置きます。そうするとこの尖ったところからお水がこう吸い上がっていって、今どんどん、はい、色素分解が始まっております。結構ね、綺麗ですし驚きます。このペンってこんな色入ってたんだみたいなね驚きがありますので、ぜひねお家でもチャレンジしてみてください。水性のものであればいろんなペンでできますので、はい、ボールペンはできないです。ボールペンはやらないでね。ボールペンはできないんですけど、こういったカラーペン、お絵描きする時とかに使うやつだったら色分かれますので、じゃじゃーん、こんな感じ、こんな感じ、ね、で、色素分解しちゃうとどのペン使ったか分からなくなるんですよ、ね、最初の色なくなっちゃうので。なので、そう、私最初で言おうと思ってたのに小型さんね、こんな感じで元の色はこの色だよって、この色を色素分解するとこんな風になるよっていうのが分かるといいと思います。あと自由研究とかだったらね、しっかり色の名前とか書くと、はい、ちょっとまとめればね自由研究になりますので、ぜひやってみてください。で、こんな風に綺麗な、模様ができますから、例えばしおりにしてみたり、でリボンとかつけて可愛いでしょ。で、この時もこんな風に使った色をね書いておくと、なるほどこの色がこうなるんだねっていうのが分かります。あとはいろんな色のね、ペーパークロマトグラフィーをこんな風にやってまとめると、こんな風に色見本帳なんてのも作れます。あとはこんな風に紙を切って、ね、使うのもあり。こんな風にいろいろと工夫次第でいろんな作品が作れますので、
ぜひいろんな紙、いろんなペン、でいろんな形で、工作をしてみてください。おまけの実験、イエーイ。ということで、いくつか、ね、毛細管現象の実験をしたんですけれども、おまけの実験としてプリンターインクで、色水を作っています。マゼンタ、シアン、イエロー、これにこの普通のタオルペーパーをゆりゆりして細く曲げて、ゆりゆり1時間から2時間ぐらいかかる実験なので、ちょっと気長にね、見ていきたいと思います。あ、すごい、もうすでにコクとかは、はい、プリンタインクのシアン、マゼンタ、イエローで色をつけたお水に、ペーパーをゆりゆりして作ったものをこう入れてあげると、毛細管現象で、お水を吸い上げて、なんと緑はシアンとイエローか、ね、でなんとこんな綺麗な緑や、こんな綺麗な紫や、こんなね、オレンジみたいな、オレンジかが出来上がりました。これ今日は、プリンターインクを使いましたが、絵の具でもできますので、ぜひお家でもいろんな色で、試してみてください。さあ、ということで、毛細管現象を利用したペーパークロマトグラフィーで、こういう実験をしたり、あとね、こういうね、作品もいろいろ作れますから、ぜひお家でも、実施して、実施だっけ、お家でもやってみてください。で、今日から君も科学者だクイズのね、黒いペンがどうなるのかというのは、ぜひお家でやってみてください。では皆さん、安心、またやー。